ことは、うめっちゃ取られる。なになになに、ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。さあ、ってことでジャスティンの話をちょっともっと詳しく聞いていこうかなと。おったおったよ、フェイウェイ、どういう調子は。釣りの腕前チェックに合格したら、君の魚もタンク買い取らせてもらうから、ぜひチャレンジしてくれ。あと、コレクター向けに作ってるオリジナルグッズとかもあるからさ、興味あったら声かけてよ。腕前チェックって？腕前チェックはね、釣りの実力をスマートに確かめるために、俺が開発したシステムさ。内容は日によって違うけど、基本的には狙った魚を確実に釣れるかどうか確かめさせてもらってるよ。課題みたいなのが与えられるってこと？ちなみに今日は、南洋ハギくらいに小さい魚を3匹連続で釣ってくれたら合格だぜ。くらい？え、じゃあ、サイズが同じくらいやったら何でもいいんかな。チェックに合格した釣り上手な人からは、リスペクト価格で高めに魚を買い取らせてもらうよ。どう？腕前チェックにチャレンジして、君の実力を見せつけてみない？じゃあ、挑戦します。お、ありがとう。じゃあ、早速、腕前チェックを始めるね。今日のお題は小さい魚。南洋ハギみたいなサイズを3匹連続で釣ってちょうだい。あ、ザリガニとかカエルでも、まあ小さかったら、特別 OK ね。あ、ちなみに、途中で違うサイズの魚を釣ったら、連続にならないから気をつけてね。厳しい。あ、でもまあ、魚影があるけん、あれか。もちろん、魚に逃げられても失敗だね。じゃあ、よろしくな。なるほど。あれはでかい。一番小さいサイズかな？南洋ハギサイズとは。これはまだ中くらい。なんかさっきさ、プレゼントが飛んできとりそうな音が聞こえたんやけど、気のせいかしら。あ。あ、やっぱり生きてると思ったんだ。別に川の魚でもいいってことよね。ちょっと待って、影のとこと全然違った。へい。卵。あれ小さいサイズやけど。こちらには来てくれそうにないな。向こう側に渡った方がいいか？は。よし。ちょっと、そっち向かって行かないでくれる。ほら、こっちこっち。お、来い来い来い。お、はい、来たー。これ小さいサイズ？土壌を釣り上げた。あら、エッサッサー。小さい魚連続釣り。まずは1回成功だ。この調子で3回連続を目指そう。あ、ちゃんとそういうの言ってくれるんや。よかった。じゃあこれ小さいサイズで OK ってことやね。あと2匹。あと2匹。小さいサイズ、小さい。あ、これ、多分小さい。よし。ちょ、今ここに、木材が落ちているのが気になった。これはちょっと離れすぎかな。は。これは近すぎ。ちょっと加減が難しいんですけど、もうちょっと流れてくれていいんやけどな。難しい。なんか飛び盛りの時よりもさ、釣り難しくなってない？気のせいですか？これ絶対こんわ。だって近くに落としてもさ、こっちを向いたりとかせんやん、なんか。気づけ、あ、くる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 。よし、かかったかかった。よし、よかった。これで2匹目やね。小さい魚連続釣り2回成功。この調子で3回連続を目指そう。ってことで、あと1匹。来い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 。土壌がもともとどれぐらいの金額で売れるんかがちょっとよくわからんけど。あ、あー、今の小さかったのに。小さい魚。どれぐらい値段が変わるんかさ、ちょっと。あれ小さいんじゃない？あ、小さい小さい。ね、どれぐらい値段が変わるんか。とりあえず最初に、豆吉、粒吉のところに行って、ちょっと見てみよう。はっ。あ、消えた。消えた。まさかの。こう、これは小さいかな。小さいような気がしなくもない。そっちじゃないんだよ。こっちこっち。おいで、こっちを向いて。あ、くる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 。おし、来い。来い。あ。はい、来た。
え、どうどうどう？ん？これは。船を釣り上げた。船っ子、船っ子。あ、よかった。小さかった。腕前チェック合格。ジャステンに知らせよう。じゃ、とりあえずまず、普通に売ったらどれぐらいの金額で売れるのか。こっちじゃねえや。豆吉、粒吉、金額を調べます。やっほー。ってことで、この3匹を普通に売ると、はい、買い取りで。この、土壌船、土壌、いくらでしょう。金額は ?960 ベル。あ、でも結構いくね、3匹で。え、じゃあこれ以上いくんや。ジャスティンの元へ。さあ、ジャスティン、ジャスティン。あの、なんか、オリジナルグッズも気になるんやけど、どんな感じなんやろ。標本みたいな感じにされるんかな、魚も。どうも。ウェイウェイ、どうよ、調子は。あれ？君、もう小さい魚を3匹連続で釣ったんじゃない？うん、間違いない。なぜ連続ってわかるんだ。ってことは、上めっちゃ取られる。なになになに？ウェイ、腕前チェック合格。動きにすごいびっくりしたんやけど。早速だけど、何か魚を買い取ろうか。君の魚なら何でも、プレミアム価格で買い取らせてもらうよ。お願いします。オッケー、じゃあ売りたい魚を見せて。はい、まとめて。どう？センベルは超えるってことやろ？あ、一匹じゃないんだね。全部まとめて。おー、結構アップした。めっちゃいいやん。1440ベルでどう？売ります。この3匹で。めっちゃ嬉しい。ありがとう。なんか蜂みたいな色やね。服装。サンキュー、また利用してね。ねえ、オリジナルグッズってどんな感じ？君の魚だったら全部リスペクト価格で買い取れたから、じゃんじゃん売ってちょうだい。これはなんかその時その時でってことかな？そのなんか腕前チェック。それとも今後ずっとリスペクト価格？そういうわけじゃないんかな？オリジナルグッズについて。お、興味ある？オリジナルグッズを申し込むとね、お気に入りの魚で超リアルな模型作品を作ることができるんだ。あ、やっぱそうなんや。制作は友達のアーティストに頼むから、模型のクオリティは間違いないぜ。誰？友達のアーティスト。普段は虫とかの地味な模型を作ってるやつなんだけど、まあ腕は確かだから安心して。結局レックスが作るってこと？同じ魚を3匹持ってきてくれたら、無料で申し込みできるから、ぜひ利用してみてね。なるほど。え、やめるの？そっか、また気が変わったらよろしくな。同じ魚を3匹か、まあやっぱそうよね。でも同じのが釣れるかどうかがいまいちわからんけんさ。こう虫やったらパッと見でわかるけどね。難しそう。とりあえずそこの君おいで。でも小さい魚難しいかな。海で小さい魚の魚影あんまり見かけんのよね。これは、蝶々王を釣り上げたひらひら蝶のように泳ぐ魚。寄贈してない魚やん。でも模型にするには綺麗な感じの魚がゲットできたよ。だって思いっきりこれ、あれやない？あの、なんて言うんやろ。言葉が出てこねえ。言葉が出てこねえ。来い。熱帯魚。お？これは、タツノオトシゴを釣り上げた子供ドラゴン。タツノオトシゴも私起動してないな。まあ、でも先に、あの、朝の5時までで消えてしまうジャスティンに渡す魚を釣ってしまいたいけど。小さい魚。小さい海魚を入れ。あ、これは？なんか結構、急に小さい魚がいっぱい入れ出した。さあ来い。小さいサイズって言ってもあれやね、土壌とかよりは全然でかいね。え？なんか石来たんやけど。絶対そんなサイズ感じゃなかったやん、魚影。とりあえずでかい方も釣ってみよっか。君おいで。
なんか向こうにもでかい魚おったけんさ、もしかしたらいけるかも。さあ来い。川の方がもしかして簡単かな。土壌2匹釣れたしね。おう、はい来た。あ、卵。おい。おい。ちょ待って。卵じゃないんだよ。君は？このサイズもしかして全部卵やったりしてほぼ。あー、これ来ないやつやね。もうちょい後ろ。あ、このぐらい？どや。早く。で、卵。やっぱりこのサイズ全部卵なんかな、もしかして。それであまり釣り竿を消耗したくはないんだが。あ。ちょい待って、君。君おいで。もうちょい遠くか。この辺。しまって、重なりすぎた。この辺りか。お、来る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 。お、来る。おし。はい、来たー。やっぱ土壌いっぱい取れるんや、多分。土壌の模型か。すごく微妙やけど、まあ。何かしら模型を作ってほしいけん、それでいいかな。今のはちょっと大きさ違ったよね。これは？もうちょい向こうかな。気づく？気づかなそう。は。待って、これ方向がちょっと違うね。この辺か？調整難しくない？これ多分気づくはず。あ、くる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 、方向が。向いた。来い。よし、来たー。はい、土壌、あと一匹。やっぱ川の方が簡単っぽいね。あ、釣り竿がなくなった。待って、釣り竿がなくなったんですけど。つら。え、ちょ、あと、ほら、卵とか釣り上げよるけん。何をやってるんだい。はい、釣り竿。オッケー。じゃあ、あと土壌をあと一匹釣りたいんだ、私。土壌、土壌。なんとかして模型を。小さい魚へ。あ、これじゃない？よし。さあ、これで。来い。どや。お。おー。はい、来たー。よし !3 匹ゲットってことで、これをジャスティンに持っていきます。ジャスティン、ジャスティン。なんなんやろ、何しようんやろ、あれ。ずっと、案内所の前で歌いようんやけど。何か罰ゲームですか？どうも。ウィーウィー、どういう調子は？君の魚だったら全部リスペクトかけて買い取るから、じゃんじゃん売ってちょうだい。オリジナルグッズ作る。お、オリジナルグッズ作っちゃう？サンキュー。それじゃあ早速、どの魚で作品を作るか教えてくれる？ちょっと映えないけど。土壌で。土壌を3匹もらうけど、いいかな？お願いします。はい。めっちゃ映しよる、やば。ウィーイ、いい土壌、上がる。上がるの。はい、オーダー完了。ところで君も魚好きなの？俺の魚好きってさ、明らかにダディの影響なんだよね。物心がつかない頃から、しょっちゅう釣りに連れてかれたもんだよ。とは言っても、オレンダディ、釣りが大好きなのに、釣りの才能はゼロで、もっぱら食べるの専門なんだ。あ、息子なんや。魚政さんの息子？なるほどね。うんうんうん。ま、そこは俺もきっちりと受け継いちゃってるけどね。血は争えないってやつ？ダディはどうしてるかって？今でも暇さえあれば釣りに出かけてるか、数えきれないほどのルアーのコレクションをニヤニヤしながら眺めてるんじゃないかな。そういう趣味もあったんや。じゃあ作品はでき次第郵送するから、楽しみに待っててね。了解。なるほど。え、レックスと亀山さんの関係は何なんやろ？あ、こう別に関係性言ってなかったよね。ウリちゃんが、
そのかぶりばばあさんの孫っていうことは分かったし、今誰やっけ今魚政さんとジャスティンは親子ということも分かったけど、はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。個人的にジャスティンのスマホで写真を撮りまくる動きがめちゃくちゃツボなんやけど。あんな機敏な動きするんやね、動物たちも。